こんにちは、森下アットホームの森下です。今日のテーマはですね、シーリングファンをつけるときに注意してほしいことについてです。お客さんの方からね、最近よくシーリングファンつけたいんですけどとか、シーリングファンどう思いますかって聞かれることがよくあるんですよね。まあ、あ、そうなんだということで、今日そのことについて少しお話をしたいと思います。まあ、シーリングファンって言ってもちょっとよくわかんない人もいると思うんで、まあ、ちょっとだけ僕の拙い絵を見てもらうとこんな感じです。まあ、2枚とか3枚ぐらいの羽がついててですね、まあ、くる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 回る、まあ、天井付けの扇風機、まあ、そういう感じのものですね。だから扇風機と違うところは、このくるくる回る羽のこう音がほとんどしない、もう静かにこう回ってるみたいな、そういうイメージ、そういうものをシーリングファンって言います。で、これをですね、まあ、おしゃれですからつけたい人が多いと思うんですけども、まあ、なんかつけるときにちょっとどういうふうにつけたらいいのかなってこうやっぱ心配されるようなんですよね。でそれで、今日僕が、まあ、こういう形でつけたらどうですかっていう2つの案を提案させていただきたいと思います。でこういう感じです。これ一見の絵でこういうパターンです。こういう、まあ、2階建てなんかの、吹き抜けがあってですね、でその吹き抜けの、まあ、上の2階部分につけるこういうケースですね。でそれからもう一つはちょっとこう天井高をつけるところの階の天井高を高めにして、その高めの天井につけるっていうケースですね。まあ大体この2つで、特に僕がこれつけたら結構いいよっていうのはこっちのパターンですね。で、まあ、僕自身のちょっと個人的な経験をちょっとお話しするとね、僕そのシーリングファンを生まれて初めて経験したのは僕の、おじさんの家でした。で僕のおじさんの家っていうのは、まあ木造の割とこう重厚な感じの2階建てでですね、そこの家は玄関入るとですね、こうドーンと吹き抜けがあって、でその吹き抜けの上にこのシーリングファンついてました。でその下にはこう玄関入ったところ応接セットがあってね、まあ言うとそこ、まあ、お客様をこうお迎えするようなちょっと豪華な部屋、玄関かつホールのそういうところやったんですね。まあ、子供心にわすごい豪華だなと思って、その下のこうソファーに座ってシーリングファン回ってるから、さぞや風がすごい来て気持ちいいんかなと思ったら、思いのほか来なくてですね、結局そのおじさんも近くにこう首振りの扇風機立ててましたね。だからまあ、子供やからあんまり何も思わへんかった。今思えばなんじゃそりゃって感じですよね。でそういうのが経験の一番でしたね。で2つ目はですね、まあ、海外のバリってリゾート地ありますよね。バリ島に行った時の豪華なベッドの上にシーリングファンが回ってました。まあ、それはですね、なんかリゾート地やなとは思いましたけども、結構寝てるとね寒い近くで風が当たりすぎるんで、まあ、ちょっとこれもムードはあるんかもしれんけども、まあ、自分家でやろうと思わないなっていうのが、まあ、これがまあ僕の個人的なこう経験ですね。でそれ以外はお客様のお家でご希望あった時にお手伝いさせてもらったんですけども、いいなって思うのが先を紹介させていただいた2つのパターンでしたね。でこのシーリングファンっていうのはですね、こう機能するためにはですね、実は前提がいるんですよ。これせっかくファンですから回してその風の利用したいとか風を感じたいっていうことの目的以外理由ないですよね。でその時に冒頭でさっき僕申し上げました、僕の生まれて初めての経験のシーリングファンはあんまり子供心に効果があるような感じしなかったというのはですね、実はまあ僕の子供の頃ですが、もう50年ぐらい前ですよ、 4,50 年前の木造住宅なので、まあ、断熱性能とか気密性能っていうのはほぼほぼ、まあ、無断熱で気密はもう全然ダメみたいな、まあ、そういうお家でしたね。なんで豪華な造作の作りだったんですけども、まあ、断熱と気密が一定以上のレベルにないとですね、このシーリングファンつけてもあんまり恩恵受けれないんですよね。なので、まあ、当然シーリングファンつけられる方は今から家建てられる方が多いと思うので、つけたいんだったら自分家がある程度の水準の高気密高断熱になっているかどうかっていうことはちょっと気にしておいていただきたいなと思います。でそういうことがちゃんと担保されてるっていう前提でね、まあ、気密性能が一番重要だと思うんですけども、まあ、C 値が1切ってるような家であってあるならば、このファンはすごくいいんじゃないですか。狙いを定めて使えば結構有効に使えるっていうことですよね。で、まあ、例えばまあどういうことかというと、まあ、大きく用途は一緒なんですけど、この僕がところをおすすめするこの吹き抜けがあるパターンの時はですね、だいたいこの高気密高断熱でシーリングファンをやる家の場合は、まあ、僕主に全館空調やってるお家がいいと思ってるんですね。
で例えばですね、夏場です、まあ、ファンなんで、まあ、どっちかというと冬より夏の方にこうイメージがみんな強いと思いますんでね、これ小屋裏エアコンとか、それからこの2階のホールのところにこういうところにこうルームエアコンをつけたらですね、ルームエアコンがこうやってこう冷たい風で出るじゃないですか。そうすると普通はこの2階のホールを冷やすという意味でルームエアコンを回せると思うんですけども、これがですね、このホールからこのシーリングファンがこう回ることによってこう下向きにこう風をこう落としていくとですね、こう促進されるんですよね。まあ、冷たい空気なんで下に落ちていきますけども、これが促進されてどうなるかというと、2階を冷房しているけども1階のこの吹き抜け直下のところも涼しいというね、これいいですよね。1台で上下涼しいわけですから、これすごい超快適ですよね。でそういう意味でシーリングファンがあるととても便利だろうと思います。でそれ、まあ、小屋裏エアコンの時も同様ですね、まあ、小屋裏エアコンをこういうふうに置いてこうやってまあエアコンこうやってくれて、これ同様にこう同じ効果ありますよね。でそれであとはですね、この僕の経験でお客様でこう吹き抜けのこう取った下に、例えばリビングとかダイニングって持ってこう置かれた時に、このテーブルとか椅子をこう置いてそこに人が座ってますよね。そうするとね、ファンが回ってるとね、こうじーっとしてるとこうそよーっと風が来るんですよ。あれいい感じですよ。そうするとですね、普通は涼しいっていう状態でしょうと思うと、風呂上がりの男性なんかだったらもう22、3度ぐらいのもう冷え冷えにせんと涼しくないんですけどね、もうまあ女性だったらもう27度とか8度ぐらいでもいいと思いますね、夏場だったら。それぐらいの時でもこのシーリングファンがそよ風みたいに来るとですね、この暑がりの男性も涼感が結構あって、ああいい感じやなって、こうなんかこう涼しい河原でこう夕涼みしてるみたいな、でこれがすごくこうリゾート気分になるっていうようなお客さんもたくさんいらっしゃいますので、まあ、そういう使い方はすごくいいんじゃないかなと僕は思っています。で一方ですね、このシーリングファンは、ね、逆回転もできるんですよ。今度逆に、まあ、あんまり強烈でもないんですけど、こういう感じで上へのこの空気をこう上がりを促進するっていうことがあるので、例えば冬場に床下エアコンをこういう感じでつけてですね、こう床下をこういうふうに温めて、ここに暖かい空気があるときはこれを上に促進するっていう働き、まあほっといてもある程度上がるんですけども、冷房もほっといても下がるんですけども、それをより促進していく。でどうですかね、冬場はこう 上向けての風なので、直接こうここの風がすごく動くような不快感はあんまないので、これ結構いい感じに使えるんじゃないかなと思いますので、こういう使い方の時が僕は一番いいかなと思います。でこの時ね、注意しておきたいことが一つあります。シーリングファンね、止めてるとね結構ほこりたまるんですよ。だからこの吹き抜けから掃除ができるところにつけないと、例えば吹き抜けのど真ん中につけたら手が届かへんとか、はたきが届かへんって感じになるので、その時のおすすめはこの手が届くところのこう中心の軸をうまく寄せて手が届く範囲にしておくと、より長く暮らしていると暮らしやすいことがあるので、まあ、その辺もぜひね、設計される方と打ち合わせされたらいいと思います。あとはまあこういう天井高が高い時はさっきの効果がよりこう強くなる感じですね。ただもったいないのはこの1層だけで活用するので、シーリングファンやるときはこの2層活用の吹き抜けなんかを上手に使ってやった方が、まあ、ムードも出ますしね、シーリングファンつけたいってい こうお世さんの思いはよりフィットするんじゃないかなと思います。ぜひね、まあ、そういうことを注意してシーリングファン楽しんでみてください。はい、こんな感じでザックバランに家作りの話いつもしています。もしよかったらチャンネル登録してください。以上です。